はい、皆さんこんにちは、あてでございます。曹操さんで三国志10パート46ですね、やっていきたいと思います。流暢さん終わらせましたね、ということなので、もう空白地取ってしまいましょうね。ごめんなさいね、間違えちゃった。で、出陣元はビジクさんですね。ビジクさん、あら、一つ、あ、じゃあ、あ、しまった、しまった。じゃあビジクさんのところじゃなくて、ケネ、そうですね、加工園さんのところやっていただきましょうか。さあ、じゃあもう畳みかけましょう。次の目標は聖兵ですね。出すところは巨女さん、いけない、あ、いける、いける、うん、協調さんのところでお願いしましょうね。はい、で、同時に漢中、長安、常陽、永安、あー、遠いねー。洛陽から V に長距離行きましょうかね。43,000、ちょっとやってみましょう。さあ、人材ね。あと何人、ああ2人しかいないのね。もういっか、いっか。さあ、出荷、あ、小瀬さん2人で飲んでんねんね。信頼になりましたね。カギさん、お、あ、しまった、だんだん叩きすぎて一騎打ちになっちゃった。久しぶりだね、一騎打ちもね。ドバラって防御にしてみようか。何それ、見合って そうなんのね。じゃあみんな使っちゃおっか。おろろろろ、あらららあらららららら、あら、あー、なんかすごく悪いね。はい、あ、武器がね。はい、で、あ、やっといろいろなりだした。どうしようかな。気合はあるもんね。回避、いや、あ、そうだ、回避払って切り込みましょうか。あ、逆だった。2番目に回避来るかなと思ったんですけどね。あとは、あ、防御を払って。ああ、ダメだね。技来ない？あ、技来たね。新速撃。突回避でどう？あ、勝ったんじゃない？はい、あ、回復が習得可能になりました。まあ使いませんけどね一騎打ちすることないもんね。見聞して、あ、もう2人来ないね。宴会でもしようかなと思ったんですけど、あ、陳琳殿の、そこ本社が学楼でいいのかな、陣を建設しましたぞと。欧州さんのね、同様に成功しました。さあ、協調さんがここで、で、こちらから加工園さんが出ていってるんですよね。そうね、あ、漢中から援軍はいいかもしれないですね。引き続き
東洋の方に回っていただきましょうか。あ、玄関さん出てきた。本当に小社寺さんね。あとは何しよっかな。もうそういうことが本当にないんで、弊社、訓練、訓練しちゃいましょう。はい、そろそろ戦ってまだないですね。まだ戦ってないか。そうね。お、あ、大門様ね、お心は揺らせたがと。あ、球場戻りましょう。で再び東洋ですね。交換さん誰かできない？できませんか。大門さんは、東洋ね。あ、シーツさん、シーツさんまだいいかな。あ、ほう、あ、ほうとさん、そらね、向こうにバーチョーさんもいるのね。ソジさんで行きましょうか。で、後の人は、あ、チンリンさんがいるんだね。あ、ジュンユさんとチンリンさんがいるんだね。じゃあ、あ、誰もできない。適当に行きましょうか。ね、あ、シーツさんが行けるのね。で、東洋ね。あ、か、カギ殿。あ、じゃあ、純一さん置こうか。純一さん置きましょうかね。じゃあ、もう外交何もできないよね。和睦。和睦なんかしても仕方がないので。そう、あ、あれが来たね。馬頭さんが出てきたね。あ、でもこれ、うまいことスライドしちゃうんで。関中から馬頭軍を、関中から馬頭軍の援護に行きましょうか。目標ね、馬頭軍、出どころは関中ね。あら、2人しかいない。いや、でも行ってもらいましょうか。2000で、はい。で、さあ、じゃあと弊社ね、訓練ね。こういうことでしか日にちを遅らせれない。他、ああ、人事しに行ってもいいんだけど、すぐ、聖地に戻ってこれないもんね。あ、襲撃ってそっちね。あ、A 賞ね。はい、大衆に任命しておきましょう。ああ、占拠されてしまいました。あ、そうなのね。で、あー、馬頭軍勢がどこ行ったの？あ、こっちに行ってんのね。あ、でも、もう着くよね。はい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 。よくわからない感じになってますけど。おー、負けちゃいましたね。あ、弁舌大会ね。開催しましょう。ちょっと、あ、馬頭さんとこ強いね。ここどうなんだろうね。宗光さんが馬頭軍勢を、あ、天水、そうだね。天水、戦闘ね。で、目標は、聖兵ね。で、出陣を天水にしましょうか。あら、あ、で、天水じゃないか。聖と、あ、武と、あ、天、あ、天水ね。天水から、あ、一人しかいない。これをちょっと待ちましょう。移動命令。適正配置。はいはい。はい、これで。ちょっと待とうかな。どれだけ待とう。
日まだね、誰、ああ純一さんだけなのね、いるのはね。せーへね、いや巨匠じゃなくて、まだまだ皆さん、ああ帰ってきないね。参ったな。もうちょっと時間置いた方がいいんだね。弊社そうね、あ、チョウンさん取れました。そうね、おお、馬強でおじゃぶり、あ、部位を占拠しました。あらららら、任命しますよ。あ、意外なところで取れましたね。意外なところで取れたんですけど、馬頭軍がすぐそこかな。じゃあ天水、あ、何してんの、見聞しちゃった。あー、弁舌、あ、はいはい、今馬頭軍に攻められてますね、密かに。はい、カッカさんかな。多分、あ、カクさんね、そうかそうか、カクさん99だっけ。さあ、ここ攻められちゃってますので、早速、見に行きましょうか。出陣戦闘でね、目標はね、聖兵にしましょうか。で、いける、あ、いけるけど、ロジョクさん、悪いね。でも行ってもらおうか、もうちょっと振り絞っていただきましょう。で、さらに戦闘で馬頭さんを、そうだね、武都から、追い打ちかけていただきましょうか。で、褒美は、皆さん悪いね。あ、チョーンさんね、東洋ね、一応やっときましょうかね。趙英さんは、あ、そうなのね、純育さんと趙音さんで、東洋ね、はい、あ、趙音殿なら必ずやと。さあ、あとでこれで様子見ですね。はい、はい、任務報告のためにね。あ、カウンさんね、あ、カウンさんまだいるんだよね。さあ、あら、あららら、馬頭さん引き返したのかな。あ、これはこれでいいのかもしれないね。面白い感じになってきましたね、ロショクさんと。あ、これいけんじゃない。あ、一応セーブだけしておこうかな。ちょっと嫌な予感がしますんでね、私のハードディスクがもういっぱいになっちゃうかもしんない。どうしようどうしよう。じゃあね、じゃあいや、本当にもうそういうことなくなってきちゃった。なんか適当に、あ、カオンさんね、はい、どうぞと。さあ、で、陳情もないんで自宅に帰ってみて、おお、ソウジンさんね、はい。で、じゃあ弊社で訓練しかないかな。はい、あとは待つだけですね。ああ、関水軍勢を打ち破り政府を占拠しました。馬頭軍が滅亡しました。ああ、全て終わりましたね。50までいかなかったね。ロショクを政府の大将、もうロショク先生頑張ってくれましたね、本当にね。
曹操は197年4月中国全土を統一した軍友割拠する乱世は終わり、新たなる時代がその幕を開けたのである。我が対岸は成就した。陳はついにこの地を平定したのだ。民もこのことを喜び、陛下の名を称えております。なんという晴れやかな気持ちであろう。陳はこの日のことを生涯忘れんぞ。差し込む太陽の光やそよぐ風すら曹操の偉業を称えるかのようであった。かくして新しい統一王朝の第一歩がここから始まった。天下平定の偉業を成し遂げると曹操は巡察の旅に出た。統一する土地を多く見たいというのだ。どこの民も顔を輝かせ仕事に勤しんで乱世を終結させて本当によかった。これもすべて陛下の前世の賜物です。曹操は政務の合間に巡察を続けた。民の喜びは曹操の喜びでもあったのだ。曹操が天下を平定した後、この統一王朝はとどまることなく繁栄を続けた。あとの後日談があるんですよね、確かエンディングね。どう出るんだろう。やがて西方への道が開き、遠方の国から新しい文化が流れ込んでくる。人々はこの文化を吸収しさらに発展させていった。富は統一王朝に集中した。そのため遠方の国々は次々と統一王朝に従い、延々の忠誠を誓った。この統一王朝はなぜ数百年の長きにわたって世界の中心であり続けたのである。すごいことになってるね。今回いい感じで終わりましたね。私何度か体験したことあるのは、その覇者、覇者が亡くなった後、ボロボロになっていくようなエンディングもあるんですよね。国がね、それが結構ほとんどだと思いますね。なんとかね、終わらせることができました。今回感想としましてはね、面白かったね。見てる方からすれば戦争がないんでね。戦争っていうか、戦争のシーンがなかったので、あまりいまいちって言われるかもしれませんけどね。私ちょっとね、戦争三国志点になるとね、戦争すごく長いでしょう。あれがね、であと自分の番が回ってくるからね、かなりほとんどコンピューターがねやるような形になりますね。君主で行った場合には全員扱えるのかもしれないですけども、ちょっと私ね、もうどうだろう、三国志8ぐらいからこの戦争システムがもうダメになっちゃったので、ね、戦争は5までが大好きでしたね。というか5が大好きでしたね。今回はね、本当にね、人材に本当に恵まれてますね、曹操さんね。本当に一流企業の社長ってこういう意味で大変なのかなって、ね、人の扱いがすごい大変。本当にこのゲームはですね、もう人材ですね。それとあと天の時なんでしょうね。地の利はあんまりないのかな、君主でやると。五の方が水軍持ってるんでね、地の利はどっちだかというともっぱらっちなのかなっていう気がするんですけど、ただかなりね、部下の方にね、お任せしてっていう感じだったので、ね、通常は猛将とかね、地将の方はね、かなり役立つんであれなんですけど、今回猛将の方とあまりね、接することないんで、どちらかというと大衆の方ですね。大衆の方にすごい思い入れが出てきますね。で、あとそうですね、都督の型を作ることができなかったのがあれですけども、歴史が始まるんでしたよね。楽になって東卓配下の武将である曹操さんね、これでいいのかな。刀剣修木に任じられる破碑、クリックでいいのかな。違うね。帝元両夫に暗殺される、去年53歳と。で、東卓朝廷を廃し検定を即位させる、190年年初の状況ですと。まだ私はここにいないんですよね。まだ董卓さんのところにいるんですよね。で、曹操陳留で教室、やっとですね。こういう感じで、曹操陳留にて天意を見出す。曹操陳留にて協調を見出す。曹操陳留にて猛海を見出す。曹操陳留にて龍福を見出す。董卓長安に戦とし、落葉焼き払う。曹操陳留にて、なんだこれ、領州さんかなを見出す。曹操陳留にて満朝を見出す。曹操と加工と義兄弟となる。炎章官府から領土を詐取し、行を本拠とする。曹操墓行に清州公金を打ち、幸福を入れて清州兵を編成する。
そうそう、終着地に任じられる、劉陽軍、旗揚げに成功し元凶を本拠とする、元白軍、旗揚げに成功し豪を本拠とする、王老軍旗揚げに成功し海峡を本拠とする、孫権劉表を打つもコースの復兵に遭い、上陽で戦死する、演術曹操に敗れ受春へ逃走する、曹操巨匠に本拠を移す、孫策玉城七に演術に火を借り竜を打って兼業によると、曹操巨匠にて奇才を見出す、曹操巨匠、巨匠にて鎮魂を見出す。あーちょっとねもうこの後ね読めなくなっちゃうと思うんでねジュニクさんね、もうちょっとかなりバンバン飛ばしますね。周国にね、孫策軍に攻め滅ぼされて191年、曹操軍の牧与劉備軍の劉備軍勢に落とされる、董卓呂布に暗殺される、去年53歳、劉備、刀剣の余生による勝敗に入って、加古東軍で牧与ね、牧与を攻略したんですけどね、劉備さんにまた取れるんですよね孫策軍に滅ぼされるということで、刀剣病死し、あと次ね、劉備さんね、曹操軍の加古遠軍勢牧与を攻略する、これで劉備、軍曹操軍に攻め滅ぼされて、こんな感じですね。これにするとどうなんだろう。いや、ちょっとやってみますね。あ、自動で動くのね。そういう感じなのね。可否の攻略ですね。劉備軍が曹操さんに滅ぼされて、中郎将に任じられました。長遠三遠将軍にやられたんですね。遠将、遠術軍を滅ぼしましたね。193年、曹操大将軍にね任じられて、王強軍同盟を結んで樹南を攻略すると、高中軍曹操軍に攻め滅ぼされると。ちょっと、ゆっくり読んでいきましょうゆっくりというかちゃっと読んでいきましょう。王強軍曹操軍に攻め滅ぼされる、曹操軍の中継に対する戦役は、戦役ありましたね、外れ側の勝利に終わる、検定長安を出し出し落葉に向かう、曹操検定を包帯し巨匠に戦闘する、李克軍消滅する、長州軍旗揚げに成功し援を本拠とする、長州軍劉表軍同盟を結んで、あ、これ大変でしたね、曹操軍勢孫策軍再走を攻略する、これ間違えたんですよね生き死の生き方をね、牛が周遊直死に任ぜられる、曹操軍の長領軍勢劉表軍の深夜を攻略する、長領軍勢援を攻略する、あ、長領軍頑張ってますね、長州軍曹操軍に攻め滅ぼされる、露食軍勢劉表軍の効果を、攻略するですね、加古東軍勢兼業を攻略、呉を攻略、高陵を攻略ですね、海峡を攻略、孫策軍曹操軍に攻め滅ぼされる、宗人軍勢、上陽選挙、露食軍勢上陽選挙、曹操軍に劉表軍が滅ぼされました。上昇に任じられて、関数を見出して、初老を見出します、王位を見出して、長陽軍炎症軍に滅ぼされます。曹操軍勢艦長を攻略する、曹操軍に長老軍が攻め滅ぼされました。露食軍勢武藤を攻略、露食先生よかったですね。候補数先生、露食先生、曹操さん、息子の方の曹操さんね、加工殿さんね、もう大衆の方がねよく頑張ってくれました。まあ皆さん頑張ってくれてるんですけどね、加工殿さんが行を攻略、平原を攻略、北海を攻略、周公軍勢に落とされたんですかね。そうですね、一遍落とされましたね。でお次がですね、オフラ軍勢が上等攻略、永安を攻略、加工東満朝義兄弟となる、加工遠軍勢が甲州を攻略、行を攻略、196年ですね、劉遠さん天井を全うして65歳、劉秋さんが後継いで、加工遠軍勢が指導を攻略、信用を攻略、炎症軍が炎症さん終わりました。公に封じられました。曹操軍勢さんが、あ、軍勢さん言ってた、高層三軍の総攻略する、南平攻略、北平攻略、政党攻略、上平を攻略、高層三三終わりですね。王に封じられまして、ビリクソン、ここからビリクソン結構頑張るんですね。建安攻略、武陵を攻略、禅城を受けて帝位に上り国語を義とする、ケド軍勢安定を攻略、調査を攻略、天水を攻略、霊陵を攻略、慶応を攻略、県寧を攻略、南海を攻略しましたね。297年、甲子を攻略、お、東昇さんも良かったですね、本当に。東昇さんちょっとボケてくれましたけどね義に攻め滅ぼされました。
際市街にね、加工屯拠町満町、義兄弟となる、美術館雲南を攻略、劉将軍義に滅ぶ攻め滅ぶされます、加工院軍勢栄翔を攻略、領主軍勢が武威を攻略、盧食軍勢西兵攻略で、馬頭軍義に攻め滅ぼされる、早々大陸を平定すると。これで終わりでしょうかね。というわけで、これで、ランキングに参加するの、いや、一応、まあいいでしょう。作成できるの、作ったけど、どうなんだい、まあ、これで、無事終わりましたね。じゃあ、ちょっと待ってくださいよ。私の当初やりたかったもの、ギャラリーとかはない？人物顔。ちょっとやばいね、これ。じゃあ別のあれかな、別のあの皆さんが出てくる、だよね、ゲーム環境、これに皆さん出しますなんかないもんね。あるんだろうね、そういうのがね。顔と戦士モード、トライアルモード、新しくゲームを始める、 PK シナリオ、よくわかんない。もうちょっと時間来ちゃいましたんでね、この辺でやめておいておきます。じゃあですね、パート46ですね。皆様お付き合いくださりどうもありがとうございました。なんとかパート5時までで終わらすことできましたね。というわけで、曹操さんで三国志天を、パート46を、まあ曹操さんシリーズ、これで終わっておきたいと思います。本当に曹操さんおもろかった。おもろかったですね、今回は。というわけで終わっておきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。アジェでした。